中原綾子中原綾子は大正時代から昭和時代にかけての女流歌人。旧柳川藩士であった蘇我裕保の次女として父の認知、長崎に生まれる。父の天人に従って大阪、神戸、朝鮮へと移るが、主として東京に在住する。1915年に東洋高等女学校を卒業後、作家を始めていたが1918年からよさの。 アキコに指示し、新士者同人としてその歌を病状に発表するようになる。同じく病状に参加していた高村光太郎と親交があり、妻の千恵子の精神病を悲しむ内容の手紙を受け取ったことがある。1929年6月、吉井勇、旗豊吉らと共に文芸誌、総門を交換、詩や戯曲を発表する。 1931年8月には、歌詞、伊塚かを主催して発行した。1947年3月、第3期、病状に参加し顧問となる。1950年2月には、第73期、スバルを、創刊主催。同じ年の3月には、ロマンス社から、定本、よさの秋子全前週の観光のため、湯浅光みとともに、編集し始めるが、 ロマンス社の経営難と紛糾のため、第一巻で中絶している。ありがとうございます。